どうもこんにちは。ですね、今日どうもありがとうございます。集まっていただきましてありがとうございます。今日は私の、これでもうしょっちゅう僕もここでいろんなイベントに出させていただいてるんですけど、他の方の本の時も来るし自分の時もあるんですけど、今日は久しぶりに自分の本のイベントっていう感じです。それでですね、今日はこの本の刊行記念ということで、皆さんわざわざ来ていただいたんで、夜来て多少時間をここで過ごして良かったかなっていうような時間にしたいと思うので、でそれでですね、何を話そうかなと思ったんだけど、皆さんまだ読んでないような気がするんですけどでもね、なんかこれをこう要約するっていうのもちょっとつまんないなっていう気持ちもあって、それから書いてしまったものについてなんか言うのちょっとだけ意欲下がるんですよね。でそれでかといってこれと全然関係ない話するのも変ですからね。それで今日はこういう話しようと思うんです。これの話とですね、それからもう連載ご覧になっていただいている人も若干いらっしゃるかもしれないですけど、連載ではもう次の展開の方に入ってるんですね。それでこれが次の巻がいつ頃出るかちょっと分かりませんけれども、この次の部分とこの部分とのつなぎっていうか、これがどんな風に関係していくかみたいなことをちょっとこう予告編の予告編みたいなね感じでちょっとお話をしようかなと思ってます。でですね、どういう話をするかっていうと、まずね、今日はタイトル的には、1時間ぐらいちょっと話しようと思ってるんですけど、天の支配と法の支配っていう話をしようと思ってるんですけど、どういう話から始めるかっていうとね、まずね、この東洋編っていうのはですね、一番主に書かれているのはインドと中国の話なんですね。でインドと中国っていうのはこの世界史の哲学っていうプロジェクトにとってはある意味で非常に重要な意味があってですね、どうしてかっていうと、これはもう何度も僕書いたり喋ったりしたことあるんですけども、そもそも歴史っていう観念ですね、歴史という観念自体が必ずしもどんな社会や文明にもあるわけじゃないんですね。つまり僕は何となく人間の感覚としてね、人間ってのは記憶っていう能力がありますし、ですから自分の人生について記憶する、でそれをさらに共同体のレベルに上げれば歴史っていうことになるわけだから、歴史という営みは何ていうか人間の社会にはほぼ必ずある、あれ少なくても文字を持ってるほどのですね文明であれば必ず歴史という観念を持ってるっていう思い込みがありますけれども、必ずしもそうじゃないですね。歴史っていう観念を必ずしも持たない文明があって、非常に高度な文明でありながら歴史という観念を持たない代表がですねインドなんですね。でインドっていう社会がなぜ歴史という観念を持たなかったのかは考えてみるとかなり不思議なことです。なぜかっていうと、ご存知のように四大文明なんてのもインドは入っていることから分かるように、極めて早い段階からこう文明の先進地帯ですよね、インドっていうのは。だから文字ももちろんありますし、都市も発達して商業も発達していて、で例えば神話とかですね、あるいはもうちょっと進んだ哲学であるとかですね、そういうものも非常に発達しているわけですね。非常に豊かなコスモロジーを持っていて、あるいはそこから仏教が出てきたことからも分かるように、非常にこう深遠な施策も展開しという感じで、極めて前衛的な文明だったにもかかわらず、インドという社会はですね、あまり歴史というものに強い関心を持たなかった。だから歴史の空白地帯になってるんですね。でこれはもうこの本の中でもちょっと書きましたけど、あるいはよく言われることですけど、インドに歴史っていう観念がないことの一番のですね、なんていうか、結果というか影響はですね、僕らがゴーダマ・シッダルータのですね聖母念もよく知らないっていうことですよね。そのイエス・キリスト、ナザレのイエスが大体いつ頃生まれていつ頃死んだか、これも厳密に言うと難しいですけどね、これでも大体のことはとにかく何の知識もなくてもみんな知ってるわけです。西暦って言葉を使ってる段階でですね、イエス・キリストが生まれた日時は一応基準ということになって、厳密には違うんですけどそういうことになってるので、およそ生きてたとしたら2000年ちょっとだなみたいなことはみんな知ってるわけですけど、じゃあ
釈迦様が生きてたらいくつかってことはわからないんですね。それはなぜかっていうと、そのお釈迦様の人生についてはいろいろわかってるんですけど、どうやって死んだとかね、そういうことわかってるけど、その歴史っていう観念がないので、あの歴史、お釈迦様がいつ生まれていつ死んだとかってことを記録が全くないわけですね。だからインドっていうのはまあ歴史の文明、歴史の真空地帯になってるわけです。それに対してですね、ていうか逆に考えてみるとですね、歴史という観念のある文明の方が実は珍しいですよね。っていうか厳密にところですね、例えばもちろん日本社会にもですね、その様々な歴史書らしきものがあります、伝統的にもね。しかし考えてみると日本の歴史の観念というのは中国の真似なんですね。まあ別に歴史だけじゃなく全てのものが中国の真似ですけれども、ほとんどのことが。だから日本人が独自に歴史という観念を生み出したわけではない。そうすると独自に歴史という観念を生み出した文明は何かっていうと2つしかない。これは僕はいろいろ言ったことあるんですけれども、それは一つは中国ですよね。それからもう一つが地中海文明といいますか、まあ、後に西洋と言われることになるヨーロッパですね。要するにユーラシア大陸の両側で歴史という観念が生まれたわけです。でしかもその2つの歴史の観念は非常に違う。でこの本の中ではですね、だからインドと中国が扱われているので、いわば歴史のない文明と、歴史のないっていうのはあの時間が過ぎてことで、短いって意味じゃなくて、歴史という観念を持たない文明と、歴史という観念が極めて重要な意味を持った文明との比較になってるんですね。だからそういう意味でこう世界史の哲学っていう、こう歴史ってものを、歴史なんていうか、歴史そのものの自己反省っていうかね、そういうのはこの本、僕の今回のこの本の狙いですから、そういう意味で言うとこの本は非常に重要な意味を持っているわけです。で今日は先ほど言ったように、なんか要約するのは面白くないので、そこで今日はこういう話をしようと思うんですよ。先ほど言ったように本来歴史の観念を持っていた文明は2つあるわけですね。その中国とそれから地中海文明、まあ、この比較については僕は何度か書いたことあるわけですけれども、今日はですね、ちょっと今まで言ったのとちょっと違うタイプの比較をしてみようと思っていて、それはどういうことかっていうと、歴史の観念を持ったですね、社会は同時にですね、こう人間が歴史を変えていくって言いますかね、人間の歴史への介入についての観念も持っている。まあ、具体的に言えば、まあ、革命という概念ですね。革命という概念が中国にもヨーロッパにもあるわけです。でそれはまあ非常に違ったタイプの革命なんですね。歴史の観念が違うのと同じように、ね、その中国における革命の概念とヨーロッパにおける革命の概念っていうのをちょっと比較する、比較しながらこの巻とですね、次の巻、まあ、この次の巻が近世編っていうのになって、またヨーロッパの話が入ってくるんですけれども、まあ、ちょっと間にイスラムの話を入れてヨーロッパの話入りますけど、そのこの巻の続きになる話をちょっとしようと思うんですから、まあ、要は革命っていう概念についてちょっとお話をしようと思うんですね。で、まあ、革命っていうのは、まあ、ちょっといかにも左翼っぽく聞こえますけれども、でも中国における革命っていうのは、まあ、毛沢東革命がありますけど、本来は何の左翼とも関係ありませんからね。でその、まあ、いずれにしてもですね、歴史という観念を持っている社会の場合、人間が大きく社会を変えるっていうことについて、何て言いますかね、こうどういうふうに理解するかっていう、その文明なりの自己理解があるわけですよ。だから中国には古くからある種の革命概念、ヨーロッパにはですね、革命って言葉はつまりレボリューションっていうのが政治的な意味で使われるようになったのはずっと後ですね。これはまあご存知の方多いと思いますけど、レボリューションっていうのはですね、本来の意味は、まあ、ぐるぐる回ると回転するって意味ですからね。多分これは革命って言葉、レボリューションって言葉のこうなんていうか、エティモロジーっていうかね、それは非常に複雑なんですけども、おそらくこの言葉が政治的な意味で革命に近い意味で使われるようになったのは、おそらく名誉革命1688年以降じゃないかと思います。多分名誉革命のことを当時ザ・グレート・レボリューションと、大革命と、まあ今大革命ってどっちかというとフランス革命のことを指す場合が多いですけども、名誉革命のことを当時ザ・レボリューションとかザ・グレート・レボリューションという言い方がありますからね、多分そのあたりで法定着して、それより前の政教徒革命の時はやや古い用法と新しい用法が混ざっているみたいな感じです。まあ、だから西洋では政治的な意味での革命って概念はまあ17世紀、18世紀、19世紀っていうプロセスを経て定着してきますが、客観的に見ればですね、
ヨーロッパにはその革命っていう政治的な意味での革命っていう概念が生まれるよりも前からですね、革命っていう、なんていう、客観的に言えば革命と言えるような営みはあります。ただその言葉が、レボリューションという言葉が今のように使われるようになったのはずっと後のことですけどね。まあ、ともかく今日はですね、その中国における革命概念と西洋における革命概念の起源というかみたいなことをちょっと比較しながら、この、本の内容の一部に触れ、同時にこの次の巻のなんとなく予告編にするということでですね、皆さんがわざわざ来ていただいたことに対して報いようかなと思っているわけです。でまずこの本にも書かれていることと一部重なりますけれども、まあ、あまり時間ないですからね、そんなにゆっくり喋ってる時間はないですけど、ちょっとまず中国における革命の概念から話しますが、これ大丈夫かな、短いかな、大丈夫ですかね。ですね、まあ、中国の革命概念は、まあ、もちろん、なんていうか、高校なんかのですね、世界史とか、あるいは漢文とか、そういうので習います。まあ、中国は古くから革命っていう言葉がありますね。それは液政革命っていう意味で使う感じですね。まあ、これは多分大学入試をするぐらいのレベルであれば必ず知っている言葉じゃないかなと思います。が、まあ、皆さん大学入試をしたのはつい最近の方もいらっしゃるかもしれないが何十年か前だと思うんですけど、まあ、でもこれはそれほどね、ちょっとよくわからないんだな、こういう液政革命っていう言葉を皆さんが知ってる、そのどのぐらい知ってるか、まあ、この世界史の哲学を読んでる人だったら当然知ってるわけですけども、まあ、ちょっとでも念のために説明すると、液政革命っていうのは儒教の概念ですね。でこの概念を作るのに一番影響した人は儒教の儒家の中でも孔子ではなくて孟子の方ですね。孔子と孟子はだいぶこうスタイルが違うっていうふうに、まあ、言う人がいるんですが、まあ、その辺は、まあ、ちょっと細かいところを言っておきます。でとにかく孟子ですね。で、まあ、液政革命っていうのは簡単に言えばこういう概念ですね。まあ、皇帝というのはですね、天命、天の、まあ、命令によってですね、天の命を受けてですね、支配をするわけです。で、じゃあ誰が天命を受けられるかっていうと、まあ、徳、仁徳の徳ですね、利徳の徳ではなくて仁徳の徳がある人が天命が来ると、まあ、いうことになってますね。まあ、なんか中国史を調べると必ずしも仁徳のある人が皇帝になってる感じはあまりしませんけれども、でもまあ建前上はそういうことになっているわけです。で、徳を失うと天命を失うということになって、で天命が失われた時には革命をしてもいいわけです。でこの液政っていうのは政を変えるっていう意味ですね。で政を変えるってことは王朝を変えるっていう意味ですね。ですから中国は時々変わるわけです。でこれがまあこれですね、まあこれは大体教科書的な説明で何段読書性もありませんが、ついでに言っておくと、これも皆さんきっと日本史や世界史をですね、中学高校で勉強するとよく言われることですけど、日本はそうね、今日もちょっともし時間あれば少しは日本の話もしたいんですけど、日本はですね、先ほど言ったように、まあ、歴史の観念も含めてほとんどのことを中国から輸入しているわけですよね。その明治以前では、でその中 でその一番いろんなものを輸入してるんだけど、その中国から輸入しなかったものっていうのがいくつかあって、その典型がこの液政革命の観念ですね。日本にはこう液政革命って考え方がないですね。だから考えてみれば王朝も変わったことがない、液政してないというか制度がないからね、天皇陛下には、まあ、どうするか、まあ、変わらないんだからいらないんですよね。まあ、でもとにかく液政革命がない、液政革命がないということは天の観念がないということですね。まあ、天命という考え方もないんですね。天皇は別に天命で支配してるわけじゃないですね。天命を天皇はじゃあ何で支配してるのか、これはですね、三種の神器で支配してるんですね、おそらく。それそうとしか思えないんですが、まあ、ともかくとして天命はいらないんですね、日本の場合。あれ天命という考え方自身がない。天皇って言葉は7世紀ぐらいに作られるんですけども、天って概念はないのに天皇って概念だけ作ったみたいな、そういうこうちょっと独特なあれです。まあ、いずれにしても
日本はこう天とか天命とかっていう、まあ、儒教、特に孟子以降の儒教の最も重要な部分、あるいは中国の政治思想の最も重要な部分についてはあのスキップして、あのなんていうか周辺だけ全部輸入するみたいな、そういうことになったわけですね。で、まあ、あの中国で今言ったように徳のある天皇帝が支配するっていう観念がありますから、徳を失ったあの皇帝をですね、あの排除することができる、まあ、そういうのを、これも国語とか中歴史の勉強、あるいは中国の勉強、東部討伐論って言うんですよ、まあ、知ってますかね、知ってる人は、まあそんな当たり前も教えないでくれっていうふうに思う方もいるかもしれないし、わからない人は東部討伐論なんだ、それが漢字が書けないなって思いながら聞いてる可能性がありますが、まあ地に帰ったらあの漢字で調べてください。どうして東部討伐論っていうか、もうちゃんと必ず漢和辞典には書いてあるはずです。でも今日は説明めんどくさいから説明しませんけど、まあとにかくその東部討伐論っていうのは、あのダメなですね、あの徳を失ったあの皇帝をあのこう廃したとしても、そのことはあの正当化されるっていう考え方ですね。その天命の思想によってね、そういう考え方です。だからあの中国の場合は、だからこの政策面の論理があるので、まあ、少なくとも論理の上では、実際の上でも王朝が交代する、実際交代してきた。ただまあそうなかなか速やかには交代してませんけどね、実際にはこう綺麗にすぐ交代するってものではなくて、あの運が悪ければ何百年かの空白期間があったりしますけれども、まああのとにかくそので、まずですね、ちょっと言っとくと、まあ、これはまあどんな教科書にも書いてあるのことを言ってるだけですけれども、あのこの液政革命って概念はね、僕もでもこう思うんですよ。あのこのはですね、まあ、革命という言葉のもちろん意味によるけど、僕らが革命という言葉をあの今ですね、こういうふうに理解したいと思うんです。社会がですね、まあ、変わるのは全部か意図的に変えなければダメですけど、意図的に変えれば何でも革命かというと、もちろんそんなことはないですね。でこの場合ですね、その社会のですね、なんていうかあの構造ですね、支配、政治に関わる構造自体を意図的に変えるようなですね、あの社会変動を、まあ、革命と呼ぶことにする。だから例えば政権交代は革命じゃないんですね。その構造は同じで、支配者だけが変わるっていうのは、で支配の構造自体を変えていく。例えばあの帝政だったものが共和制になるとか、王政だったのが共和制に変わるとか、だからフランス革命っていうのは、まあ、典型的なあの革命になるわけですけど、そういうふうにこう構造自体も変えるっていうような変動を革命というふうに呼ぶとすると、液政革命っていうのはですね、革命なんだけれども、何しろ王朝皇帝全部がセットとして変わっちゃうみたいなんですけど、しかし同時にですね、当たり前ですけども、中国の革命概念はですね、例えば帝政が終わって共和制になるってことはありえないわけですよね、絶対に。つまりこの概念のポイントはですね、天命が皇帝に、だから皇帝っていう、こう制度っていうかがものすごく重要になるわけですね。で皇帝がいなければ天命もない、っていうか天命あっての革命ですから、ですからどんなに変化をしてもですね、天子というか、天子というのは天命を受けている皇帝のことを言うわけですけど、天子を中心とした、帝国のシステムにしかならない、そういうことになってます。ですからどんなに変えても同じだから、同じようなものが出てくる。だから液政革命というのは、考えようによってはいわば革命を否定する革命というかね、本質的な変化ある意味ではないわけです。めちゃくちゃ変化する、ある意味はめちゃくちゃ変化ですよ。血で血を争いというのは中国ではやって、あのこの本にもちょっと書きましたけど、20世紀の世界大戦を別にすればですね、一番世界でたくさん死者を出した戦争をやっているのは中国ですよね。ですからあの本当にすごい戦争をたくさん経験しているわけですけれども、あのそこまでやって、まあ、客観的に見ると前のとよく似てるなみたいなものが出来上がるわけです、まあ、担当者は全部変わるわけですけどね、総入れ替えですけれども、全体としてはよく似てるという、そういう感じになります。ですからあの本質的には変わらないためにこそ革命をするっていう構造ですね。変わらないために変わるみたいなね、そういうことがあるんです。で、この中でも1回だけあの言葉を使いましたけど、ヘーゲルは歴史の哲学の中で、あの中国のことを持続の帝国っていうふうに呼んでるわけですね。つまりまあ、つまりちょっといやいや差別的な含みもなきにしもあらずで、いやオリエンタリズムがなきにしもあらずですが、しかしあの本質をついているところは確かなんですよ。中国はこう同じことの反復のようになってしまう、それはこの液政革命の論理に従っているわけですね。さてここまでは、まあ、教科書みたいなこと、あんまり教科書みたいなことを説明してもしょうか。さて
ここでですね、ちょっとだけ頭を使ってみましょう。まずね、これ、ちょっと思うのはですね、こういうことです。皇帝はですね、天命によって支配すると。ところで、これよく言われることですけど、天命っていうのはですね、どうやって分かるのかってことですよね。天からどうやって命令が来るのか。手紙とかメールが来ればいいが、天命は何も来ないですね。ここが難しいところです。後でちょっと話しますが、一神教では存じのように預言者っていう概念があって、預言者は神のメッセージを我々に伝えてくれる。まあ、その人が偽預言者であるっていう疑いがちょっとあるので、ちょっと難しいところもあるけど、まあ、本物の預言者であれば少なくとも神の言葉を伝えてくれるので、神が人間に伝えてくるこうメッセンジャーがあるんですが、中国には預言者って概念もないんですね。天命はですね、分からないところが非常に難しいところなんですね。僕はね、長い間ですね、朝日新聞に天聖人語っていう有名なコラムがあるので、天聖、天に声ありと人をして語らしむっていうのが天聖人語ですね。だから天に声があるのかと思ってたらですね、この天聖人語っていうのは朝日新聞が作ったわけじゃないと思うんですけど、和製漢語らしくて、天聖人語というのは中国の観念にはないということは、つまり天には声がないんですね。そうすると一体、でも天命がなければ皇帝になれないんですね。ところが誰が天命をもらってるかわからない。これぞ天命の証拠みたいな、あるいは預言者が出てきてこいつだみたいに言ってくれるわけでもない。ということになるとどうなる。これはですね、明らかなんですね。どうやるかっていうと、これは別に難しくないんですが、要は血で血を洗うトーナメントをやるわけですね。つまり何らかの理由で前の王朝が倒れたら、中原を舞台にしてですね、生き残りゲーム的な戦いをするわけです。で、最後まで生き残ったら勝利者になって皇帝になるんですが、生き残ったらその人にどうも天命が下ってるというふうに考えると、そういう考え方なんですね、中国は。で、ここまでは普通に見れば誰でも分かることなんだけど、僕はね、ここまでこういうことを知ったときにすごく疑問に思うの。ここでね、疑問に思うとこが僕の特徴なんですが、つまりどんな本にも今までそこまでは書いてあるんですよ。で、そこで疑問に思うから定解式の哲学みたいな本が書きたくなるわけですけどね。何が疑問かっていうとね、さっきも言ったように、とにかく要は一番強いやつが皇帝になるわけですよ。で、天使になるわけですよ。で、一番強い人に天命が下ったっていうふうに言うわけです。で、僕はね、何が疑問かっていうとね、なんで一番強い人が皇帝になるっていう、ただそれだけでいいじゃないかと思うわけ。一番強い、すなわち皇帝と、こうすればいいんだが、そういうふうになってなくて、ここに天命っていう天っていう概念をどうしても挟むんですね。これは、なんでこれを挟まなきゃいけないのかっていうのが疑問なんですよ。つまりね、これね、皆さんみんなここの疑問がピンときてないかもしれないけど、皆さんに疑問の核を分かっていただくための一つ例を出すとね、例えばね、日本のこと考えてください。例えば徳川幕府に天命が下ってるのか。徳川幕府には天命なんか下ってないですね。いや、徳川幕府はなんで日本を全体として緩やかに統一するような政権になってるか。戦争に勝ったからですよね。はっきり言うとあれはちょっとずるい戦争ですけどね。準決勝まではシードされてて、決勝戦だけ出てきて勝ったみたいな、準決勝とか予選は全部別の人にやってもらって決勝だけ出てきて全部勝ったような顔をするっていう作戦ではあるけど、とにかくでも関ヶ原の合戦で勝ったと。それが徳川幕府がですね、一番威張っている証拠なんですよね。で、その時に強いから将軍なんですよ。天なんかいらないわけですよ。だから徳川幕府はですね、逆に言うと弱いことが証明するわけですよ。黒船が来た時に徳川幕府があっという間に倒れるのは、徳川幕府が意外に及び腰で弱いということがはっきりしたからですよね。だからとにかく強いから支配者になるって論理で十分やっていけるんですよね。で、中国も客観的に見れば明らかにそういうふうにやってるわけです。天命なんかどっからも聞こえてこないんだから本当は。ところがどうしてもこの天という概念を挟むわけですよ。つまり強いから俺は皇帝になってると言っちゃいけないんですね。
天命が来てるから俺は皇帝だと言わなければいけない。これが非常に重要なことです。いいですか。客観的に言えばお前は強いから皇帝になってるんです。しかし本人たちはそのように了解はしない。天命があったから、天命があるってのはどういうことかというと徳が繋がってるってことですね。だから客観的には戦争に強いから皇帝になってるはずなのに、彼らの理解としては徳が天命があるから皇帝になる。まあ、非常に中国のね極めて重要な特徴なんですよ。だからこれはあの、ね、まあ、ちょっとじゃあ本の中身も少し関係あるから言っておくとですね、はっきり言うとですね、中国は現在でもこのシステムでやってると思います、ほぼ。だからあの先ほど言ったように中国はあの毛沢東政権の液政革命によってですね、あの政権ついてるんです。だあのあれもそうでしょ、トーナメントですよね、あの国民党東京、あのトーナメントはあの今年20世紀のトーナメントは実はあの三国志だったわけですけどね、国民党と共産党と日本です、実は。まあ、3つの三つどもの戦いの中で、あの途中で国境合作をしてですね、まあ、日本をまず追い出して、それからその後最後にあの共産党は勝ってですね、あの一番強い、でも、まあ、その強いから毛沢東王朝が始まってるわけじゃなくて、まあ、ある意味での天命を歌ってる。天命で支配するということは、ね、どういうことかっていうと、あの中国はですね、まあ、普通のある種の近代政治学の言葉を使うと、ある種の文民統制ですね。中国はですね、文民統制っていうのがすっごいんですよ。シビリアンコントロールってやつですね。つまり軍人で強いということによっては決して権威を持つことはできないんですね。自分は徳がある、徳があるっていうのは具体的にはですね、特にあの儒教的教養と関係あるわけですけれども、とにかくそういうことで支配しているというふうにしなくちゃいけない。だから軍人がどんなに強くてもね、それだけでは絶対に尊敬されないようにできてるんですね。そこが中国の特徴です。だから、中国共産党はですね、軍事クーデターによって倒れる可能性は低いんですよね。実際、毛沢東の時にですね、林彪とか、彭徳懐とかですね、非常にこうカリスマ性の強い、そして毛沢東に対して批判的だった軍人がいるんだけど、彼らも全部毛沢東に退けられる。毛沢東自身は大して軍人についてエキスパートでも何でもないんですけど、ダメなんですね。だから中国は、まあ、普通ね、だからそうそう、カダフィ大佐みたいなことありえないんですよ、中国は。その自分は軍人だってことで威張って皇帝になることはできないんですね、絶対に。それは中国の。で、まあ、ともかくとしてちょっと話長くなりましたけど、ここに天という概念、天らしき概念、こういうものが入ってくる、これが中国の特徴だし、これはどうしてかってことをね、考える必要があります。こういうことを考えると中国ってシステムがどうなっているか分かってくるわけですね。でもう一つついでに言っとくとですね、これは始まりですね。皇帝が始まるときには客観的には強いからこうなってるんだな、間に天って概念挟んで、じゃあ終わるときどうなるかと。終わるときも天命がさ、そろそろ昨日まで来たメールが急に来なくなったとか、そういうことないわけだから、終わったかどうかよくわからないんじゃん、本当のことを言うと。で、もちろんこう君臨してる人は終わってないってことになるし、気に入らない人は終わってんじゃないかって疑いを持つ。で、まあ、終わってるかどうかの判断が非常に難しいわけですよ。終わってない皇帝を排除しようとするとダメですが、天命がもう終わっている人をやれば、さっき言った東部法罰論ですから、正しいことやったことになるから、その辺非常に微妙なんですよ、終わったかどうかの判断が。で、これはですね、こういう方法になってるんですね。これも簡単に分かることですが、その中国の場合は天命のに従った皇帝が君臨していれば必ず全てがうまくいくっていうことになっています。論理的に全てが、つまり秩序だっていくと、こうつまり自然の秩序も社会の秩序も全部うまく収まるはずなんですね。だから逆に言うと天変地異が続いたりですね、反乱が起きたりするとおかしいと。天命通りならそんなこと起きるはずじゃないじゃん。だからいろいろな不穏なことが続いていると、もしかして人天命がないのに皇帝らしい権力の頂点に立って威張ってんじゃないかみたいなことでやばくなるということになるんで、だから、まあ、今の中国共産党はまだ天命が尽きることのところまで来てないのかなっていう、まあ、どうなんかよく分かりませんが、あんまり反乱が多いとまずいんですよ。だから、まあ、自然災害がじゃないでしょうがないとしてね、人間の反乱っていうのは農民なんかこうあまり騒ぐっていうのは非常に危険な状況になるわけですね。そうするとね、結果的にどうなるかっていうとね、人民が不穏になると皇帝が終わるっていうシステムなんですよ、客観的に見るとね。で、ここでね、また疑問、これはねちょっと本に書かなかったんですけど、いいですか、これね、
結果客観的に見ると明らかに農民たちの支持をかなり失ってしまった王朝はもう持たなくなるんですね、まあ、税金も取りたくなりますしね、そういうことになるわけです。でさっき言ったように天は実際に声がないので結果的には人民に聞いてみようってことなんですよ。だからこれね、ある意味での民主主義なんですよね。ある意味で人民主権なんです、ある意味でね。しかしこの場合もですね、例えばね、今のアメリカ日本の例えば安倍政権だったらね、国民が私を支持してるんだとか、国民の支持を失ったやつがとかって、国民が支持してるかしてないかってことが正当化の根拠になるじゃないですか。だけれども中国のシステムはですね、お前は人民の支持を失ったから皇帝じゃないっていうふうには言えないんですね。これもいいですか、強いから皇帝だって言えないのと同じように、人民の支持がないから皇帝じゃないんだっていう言い方はですね、このシステムでは言わないんです。じゃあどういうふうになるかと、ここでもまた天が間に入っているわけで、つまり人民が大騒ぎしてるっていうことは、客観的にその人民に支持を失ったからお前皇帝じゃないって言ってるんじゃないんです。人民が騒いでるってことは、どうも天命がなくなったってことの指標っていうかね、バロメーターになってるわけですよ。だから天命がなくなったらお前は皇帝じゃないと、こういうふうになってるんですね。そうするとね、だからこれもだからある意味ちょっと不思議な感じするんですよ、僕も。いいですか、先ほど言ったように、このどうせ天なんてわからないんだから、どうせわからないんだから、例えば強い人が皇帝っていうふうにすればいいじゃないか、客観的にはそうしているんだから。この場合もね、どうせ天命はわからないんだから、人民が望んでる人が天、あるいは人民の支持を失った人はやめにする、アメリカ大統領だってそうなんだから、そういうふうにやればいいじゃん。ところが中国はそれを非常に嫌うわけです。なぜ嫌うかというと、この天という概念を生かさなきゃいけないわけですね。で、例えば中国って社会の一つの秘密の不思議っていうのはですね、さっき言ったように、これで、ね、まあ、軍人がいくら強くても権力を握れないっていうのが不思議なところですが、もう一つは中国の不思議なのはですね、選挙が定着しない国。例えば習近平はですね、選挙で選ばれてるわけじゃないじゃないですか。世界の二大権力者はオバマと習近平ですけれども、そのオバマは明らかに選挙によって選ばれてるわけですよ。習近平は選挙で選ばれてるわけじゃない。じゃあなんで選ばれてるの、なんとなく決まってるわけだから、だから実はそれは天命が来てるんですね、どうも。おそらく古い観点でいけばね、まあでもそんな感じです。つまり選挙っていうのはね、人民の意思を直接聞いてみようって作戦なんですね。それによって皇帝を決めるっていうやり方は絶対ダメなんですよ。だからその間接的な指標にはなってるんだけど、絶対人民に直接聞いちゃいけないんですね。直接トーナメントやって決勝戦決めて皇帝にしちゃえばいいじゃんっていうのも絶対ダメなんですね。これ天皇は、これがですね、その適正革命というに基づく天の支配という観念なんですね。だから普通に見るとこの天という概念はですね、非常に冗長に見えるわけ。つまり なければもっとうまくいくのにみたいに思えるわけ。さっき言ったように日本だって強い人が将軍になってんだからそれでいいじゃんと、あるいはアメリカ大統領みたいに10億人で選挙をやって人気があるやつが共産党の総書記になればいいじゃんというふうに思うが、この間に天という いらないような概念がある。でもこれが決定的に重要と、そういう構造になってるんですね。ですからその中国社会というものの仕組みというか、こうポイントを理解するための非常にこう鍵になるのはですね、天っていう観念がですね、どういうふうにしてその中国社会の中で生まれてきて、どういうメカニズムで維持されてるのかみたいなね、それをこう理解するっていうことが中華文明を理解する、まあ、一番重要な含みになるんだと思うんですね。で、まあ、そのことがこの本の中では一つの仮説っていうかとしてですね、今割になかなかと書かれてるんですけど、まあ、これは読んでください、まあそういうことになってる。ただね、ちょっとだけ後の話との関係でちょっと言ってきますが、これはだから天命さえ受けてれば皇帝ですね。ですからね、天命さえ受けてるっていう確実な自信があればですね、ある意味で皇帝やりたい放題ですね。ここが重要です。ただあんまりやりたい放題しすぎると人民が騒ぎ出すと天命を失ってる証拠になるので、ちょっとここは微妙なんです。客観的には、まあ、論理的には天命さえあればやりたい放題ですね。やりたい放題ってどういうことかっていうと、後の話との関係で言うとですね、皇帝、天使が言ったことがそのまま法になるってことですね。天命さえ受けてれば天使の言ったことはもう絶対に変えられない。
それが法になる。ただあんまりにもひどいと危険なので、あんまりやりたい放題にしない方がいいんですが、そこら辺は微妙なところです。そういうだから、あの後でちょっと話しますが、法の支配っていう概念が今僕ちょうど今連載、僕の連載を読んでるとですね、今法の支配のことを大沢書いているということは知っているわけですけども、あの知らない人のためにちょっと法の支配っていうのはまあ普通の政治学の用語ですけれども、あるいは法哲学や法学の用語ですけど、あのルールオブローというわけですね。ルールオブローっていうのは、まあ、どういう意味かっていうと、まあ、法が支配してるっていうのはどういうことかっていうと、法治国家ってこととはちょっと違うんです。法が支配してるっていうのはね、一番重要なことは、一番権力のある人も法に従わなければいけないっていう考え方が法の支配なんですね。一番権力があれば法より偉くなる可能性があるわけですよ。現に中国はそうなんですね。天命さえあればですね、どんな法よりも偉い。だから中国はですね、法の支配っていうのがある意味ではないんですね。ついでに日本はどうか。この間中央公論でですね、まあ、法の支配が中国にないってことをこの頃さ、最近そういうことを強く言ってるのはあのフランシス福山で、僕は彼の、政治の起源って本は講談社から翻訳が出ましたけど、まあ、ちょっと正直言ってましょう、翻訳がどうかなって思ってるんですが、まあ、でも講談社から出ちゃってるからね、申し訳ないから僕は講談社で連載してるからしょうがないから、こう翻訳を参照してるように書いてますけども、翻訳が参照するのはちょっと非常に耐え難いものがあるんですけど、ね、非常に読みにくいんです、まあ、でもまあともかくとして、その福山の政治の初期限って福山の書いたもので一番いい本だと思うんですが、彼がそのあの法の支配は中国のないということを強く言っていてですね、そのこの間中央公論であのインタビューが出てました。でインタビューする人は、まあ、日本は法の支配があるけど中国はなんて言ったってひどいですよねみたいな含みでやってますけど、日本も法の支配がないですね、実は。あの法哲学的に言うと、やっぱり天の代わりに何が入ってるかっていうと、日本の場合は空気が入ってるわけですね。空気の方が偉いですね。明らかに僕らの体感から言ってもそうじゃない。何かすっごく決まったルールがあっても、我々の間ではそういうそのしゃなんていうか、あの杓子定規ではやりませんよみたいなことになってれば、その空気の支配の偉いわけです。まあその細かいこと言ってる時間があるからなんですけど、まあともかくとしてこの天という概念があると、天の支配は法の支配に勝るっていうのが中国です、ね。あんまりじっくり話していかないように急ぎますね。でそれとこう僕はですね、あのヨーロッパのシステムと比べてみたい、ヨーロッパの革命概念と比べてみたいですね。で、あの中国の革命っていうのは、まあ、客観的に見れば、まあ、中国革命って概念が中国の言葉ですけれどね、その名が変わるわけですからね、そのしかし、まあ、あのなんていうか社会の基本的な構造をあの意図的に変えるような、あ社会変動っていう意味で言えば、中国の革命概念って、中国の衛星革命っていうのは、いわば革命の否定の革命、革命を否定するための革命みたいな構造になってるって話をしましたけど、ヨーロッパの場合はあのもちろんある意味で革命としての革命というか、まあ、革命っぽい革命っていうのは結構起きてるわけですね。まあ、それはいいか悪いか分かりませんけどね、そのまあ、悲惨なことの方がたくさん起きますから、革命では。だから、まあ、あんまり革命なんか起きない方がいいのかなみたいな感じもなくにしまわなくですが、まあ、とにかくでも僕らは革命ってことでイメージする政治的現象の原型はですね、あのヨーロッパで起きていることは確かですね。でその西洋の革命の場合はですね、実はあの明確なモデルがあると思います。つまり西洋の革命には一つのこう原点が、それは何かっていうと、これはまあそんなに難しくはない。その僕の考えではですね、西洋の革命の原点は、ね、イエスかキリストですよね。キリストのやったことっていうのが、あの、まあ、意識的に模倣されてるわけでは必ずしもないですけれども、そのある種の革命的なものもあり得るってことのこう、原型になってるんですね。で中国の天命に対応しているものをあのヨーロッパで探すとすれば、それは契約という概念ですよね。神との契約、契約のいいところはですね、あの天命と比べていいかと関係と、まあ、やや分かりやすいところはですね、天命はさっき言ったようによく分からないし、何を神が天命天が言っていうか、まあ、命令の内容はたった一歩ですからね、誰が皇帝になるべきだってことだけなんですが、それすらもはっきり言わないので天は非常に困るわけですが、契約の場合はですね、非常に内容がはっきりしているわけですね。それは
あの聖典というかバイブルや あるいは預言者の言葉を通じてですね伝えられるわけです。で神との間の契約があるわけですね。それが社会の基本の仕組みを作ってますね。で、契約っていうのはね、基本はあのこんな、これはあの僕はあの橋爪さんとの本でもあの橋爪さんがあのおっしゃってますけども、契約のイメージはですね、一種の安全保障条約なんですよね。神との間の安全保障条約です。このあるこう人間の集団社会があの神との契約を持っていればあの、まあ、安全であると、まあ、そういうことに、まあ、一応なっている、まあ、あんまり安全、客観的に言うとあんまり安全じゃなさそうな感じだが、まあでもそういうことが当たり前上はそうですね。で、その契約なんですが、その契約なので更新することができるわけですよ。で、このイエス・キリストの時に決定的な更新がなされたわけですよね。それがご存知のように旧約から新約へという考え方ですね。まあ、新約旧約っていうのは古い契約から新しい契約。新約って言葉を最初に使ったのは多分パウロですね。パウロがだからキリスト自身は契約新約だみたいなことは言ってませんが、パウロがですねキリストのやったことをこう解釈するとこれは新約だ、つまり古い神との約束が更新されたと。でその契約っていうのは要は安全保障条約だって言いましたけど、要はその神とこういう法律を守っていれば我々の社会はまあ安全だっていう内容ですから、その契約が変わるということは憲法が改正されたみたいな感じです。ですから社会全体が全体として大きく変わるのですね。ですから旧約から新約に変わるってことは、契約自体が更新されるってことは、まあ、それこそまさに革命的と言っていい変化ですね。でついでにさらにちょっとね、旧約から新約って、新約ってアイデアはその多分さっき言ったように起源はパウロになりますけど、これ自体はですね、もともと救世主が来て契約が変わる可能性があるってことは、まあ、もうユダヤ人の間で一応知られているアイデアですから、まあ、それほどこうパウロとしてはものすごく独創的なことを言ったつもりではないと思いますね。でもとにかく聖書の中で旧約新約って言葉を使ったのは、まあ、パウロなんですね。ここまではそんなに難しくないんだが、ここからもう少しだけ進みたいんですね。このねイエス・キリストのですね運動にはですね、もう一つさらに原点がある。つまり他の他の革命はこれを模倣しているわけですが、実はこのキリストの運動そのものにもさらにモデルがあるんです。つまりキリスト自身はそのモデルをですね、ある程度意識してですね、それに習うようにして新しいことをやって、まあ、キリストは非常にこうユダヤ人、もちろん当たり前ですけど、まあ、そのユダヤ人のユダヤ教をあるいは聖書を丸暗記するぐらい分かってますから、まあ、そんなに暗記するたちそんな大変ではないですけどね。そのまあとにかくそのモデルなんていうのは何かっていうと、これはですね、あれですねって分かる人は相当聖書に詳しい人だと思います。あるいは信仰を持ってらっしゃる方だと思います。そうじゃなければここでここの部分に穴埋め問題をやって正解を出すのは結構難しい。でもそんなに極端には難しくない。これはですね、新明期改革っていうのがですね、あるんですね。新明期っていうテキストが旧約聖書の中にあります。この新明期改革っていうのはですね、キリストにとっての革命のですね、キリストがやった運動のさらに一つのモデルになっているというふうに僕は思いますね。つまりこの新明期改革っていうのは聖書に書かれているものは何ていうか非常に大きな何ていうかな、今風に言えばなんて革命を起こして憲法を変えてみたいなね、そういう運動なんですもん。いや新明期改革って何かっていうと、これもちょっと強化していこうと言っておくとね、新明期って大体難しい言葉ですね。新明期って時以外見つかったことがないな、この言葉。新明期っていうのは何の意味なんだ、これは。これだけ見てもよくわからないですね。名がちょっと難しいですね。これはね、ちょっとどういうことかちょっと説明します。これはですね、紀元前621年にですね、まだユダヤ人 の2つの王国のうちの1つが残っている時です。そのヨシア王っていう王様の時なんですが、こういうことがあったんですね。ヨシア王はですね、
この吉山って人は非常にこう熱心なあのユダヤ教徒です、まあ、非常にこう原理主義的というかそういう人なんですけど、まあ、ホメイニみたいな感じですかね、まあ、それでそのホメイニって分かりますかね、まあいいや、それはそれで新明期あの吉山の時にユダヤ人があの神殿の改修工事をしたんですよ。そしたらですね、なんと新明期つまり立法なんです、法律が書いたテキストですね、つまり何が書いてあると神様との契約が書いてあるテキストが発見されてしまったんですね。それは神明記です。でその神明記を見そのだからそのヨシヤ王のところにこんなものが見つかりましたってなことでやってくる。で読んでみるとそこにあの神との契約が書いてあって、モーセがこういう契約を神としたってのが書いてある。いやーびっくり仰天。なぜびっくり仰天かっていうと、自分たちはこの契約をほとんど守ってないっていうことに気がつくわけです。ヨシヤ王はモーセとの契約、こんな契約した、つまりモーセとの時に神様とねこう契約したんだけど契約書なくしちゃったんですよ。それでまあそこそこやってるつもりだったんだけど、よく見たらもう全然違うじゃねえかみたいな、これはバンジーだったのことになってですね、あのこの神明記に合わせてもっと厳格なことをやらなきゃいけないということでこう厳しい改革をする。これは神明記改革なんですね。でこれはですね、おそらくあのやらせだと思いますね間違いない。つまりヨシヤ王もしくはその側近がですね、前の日に神殿にその置いておいたんですね。でそれを発見して、あの、まあ、サムラコーチさんみたいな感じかな、まあ、そのところです、まあ、発見したってなことでおーとかって言ってやってるわけですけど、まあでもそうやって発見しないとこの法律発行しないところがすごいところですね。これもちょっと面白いところですよ。こんな発見するくらいだったらいきなり嫌いじゃないかと思う。そうですね、神明記っていうのが発見、あのまあ、そしてあそれ行われたこの神明期改革で、まあ、これはまあだから事実上ですね、新しい契約によって社会を改革するっていう考え方なんですね。でそれをあのモデルにしているんですね、と僕は思うんです。イエスと の新しい契約っていうアイデアをね。だからそうすると、あの聖書の革命というのはこれが一つの、まあ、これが原点であることは誰でも分かりますが、イエスキリストの運動の原点で、それをまあ言えばあの再現している。でもさらにそのオリジナルがありますから、まあ、一番オリジナルなものの反復の反復みたいなね、そういう構造にあのなっているわけです。で西洋の革命がですね、神明期改革の革命あの変あの反復であるってことをですね、非常に印象づける例を一つお話ししておきたいと思うんですけど、これは今僕がちょうどあの中世編の一番最後にもちょっと書いたんですけれども、あの今書いてるあの近世編の今の部分でも、まあ、前回あたり少し書いたんですが、あの中西洋の12世紀にですね、あの、まあ、解釈者革命と言われている、まあ、解釈者革命というのは、ね、あんまりよく使う、本当のこと言うとよく使う言葉ではありません。だからこれは知らなくてもいいですよ。神明期改革では全然有名じゃありませんから、なぜかというとこれは、まあ、特定の学者しか使わない非常に独特の用語ですからね。ただこういう言葉を使うかどうかは別として、12世紀のヨーロッパに大きな社会の非常に大きな変化があったことは確かなんです。その変化をある学者は、まあ、解釈者革命という言葉を使っているわけですけれども、まあ、革命と呼んでもいいような大きな転換が起きます。何が起きるかっていうと、これを見るとこれがいかに神明期改革と似ているかが分かるわけですけど、解釈者革命のですね、一番重要な解釈者革命ってちょっと結論的に言うと、まあ、ヨーロッパにおいて初めてですね、まあ、近代的になっていっていいようなですねタイプの法律がこの時に始まると言っていいと思うんです。それまでももちろんあの人間のあるところで掟とか法とかっていうのがありますからね、あのヨーロッパの各地にはあったわけです。それをまあその法律法制士の言葉ではゲルマン法って言葉を使うんですけど、まあ、ゲルマン法っていうのは、まあ、土人の掟という意味ですね、まあ、切るとだからまあそういう非常にプリミティブな法律はあったんですけれども、あの今風のですね民法っていうかそういう市民法みたいなものが出てくるきっかけになったのがこの解釈者革命なんです。ですからこの解釈者革命っていうのは12世紀で非常に早い段階ですが、その西洋において法の支配、法っていうものができて、しかもその法の支配、中国の場合と違って中ヨーロッパでは法の支配っていうのがその非常に強く始まるわけですけど、その法の支配のいわば規定になっている。法の支配っていうのはちょっともう一回先ほど言ったことを整理すると、法律にはですねどんなに権力がある人でも従わなければいけないっていうのが法の支配ですね。でヨーロッパではそれは非常に当たり前にもちろんなっていて、僕らもヨーロッパの常識を一応受け取ってますから、周りに普通に受け取りますね。ですからオバマ大統領はどんなに権力があってもね、自分で勝手に憲法を変えてですね、永遠に権力を握るなんてことはできないわけです。どんなに強い権力を持っていても
法の規範に従わなきゃいけないっていう方法、そういう意味での近代的な法のスタートになったのがこの解釈者革命っていう出来事なんですが、この出来事がどういうふうに起きたのかってことをちょっとだけ解説しておきますと、これはですね、11世紀と書きましたが、厳密に言うとですね、11世紀の、本当に1900何年とかっていう時期ですけども、イタリアのですね、これは本当なんですけど、やらせじゃなくて本当なんですが、イタリアのピサのですね、図書館に行くとですね、古い、誰も読んでいない、何百年間も人が読んでいなかったですね、テキストが発見されたわけです。そういうことは実際にヨーロッパではよくありますね。誰も読んでいない重要な古典、その重要な古典がローマ本大典、あるいはユスティニアヌス法典と言われるテキストなんですが、これは本当にローマ法大典、つまりユスティニアヌス皇帝の時にですね、作られたローマ法っていうふうに言いますけど、要するに法律のですね、テキストなんですね。でこれは当時ゲルマン法しか知らなかった人から見るとですね、非常によくできた、自分たちに比べたらもう全然出来のいいですね、素晴らしい法のシステムだったわけです。でこのローマ法の解釈という形でですね、近代的な法っていうものがですね、整備されてくるわけです。やがてローマ法だけじゃなくて、もっと古いテキストを参考にしたりとかね、あるいはローマ法の真似をして、それまで教会が出してきた、教会法っていうのは教会が出した命令のことを教会法っていうんですけど、今までは行き当たりばったりみたいにやってたのを、このローマ法に合わせてですね、の真似をして整備するっていうことが起きてくるわけですが、ちょっと細かいことかな、要はですね、ローマ法の解釈ということを通じて近代的な法が整えられた、それが解釈者革命なんですね。でこれを見るとね、ちょっと新明記改革に似てるじゃありませんか。つまりですね、権威ある重大なテキストが発見されるわけです。そのテキストを読み解くということによってですね、新しい法になって、その法は強い権威を持つわけです。その最もそこの地上において権力のある人よりも強い。でローマ法大典のローマ法の解釈をするのは主にカトリック教会なんですね。これが重要ですね。カトリック教会あるいはその周辺の人たちが中心になってローマ法の解釈をする。こうやって法が整えられると、そういうことなんですね。さて、自分を喋ってるな、ですね、そうするとですね、ここで何が疑問あれかっていうとですね、これも皆さんいろいろ僕なんか、皆さんも不思議に思わなきゃいけないんだが、時々僕が不思議に思うことはあまり質の人は質疑に思わないらしくて、どこでも答えは書いてない場合が多いんですが、これは素朴に考えると非常に不思議だと思うのだが、どうしてさっきなんでかなと思う。つまり何が不思議かというと、なんでローマ法の真似しなきゃいけないのかってことですよね。つまりローマ法を解釈するってことで法を整えていくわけです。これ不思議じゃないですか。つまりまだ新明記の時は分かりますよ、発見されたのは何しろモーセと神様が契約した内容なんだから、これは大変なことだ。でもローマ法、イスニア法皇帝って別に神様と何の関係もないですね。その人が作った法を解釈するっていうことによって、法を作っていくっていう、そういう運動ですね。これはしかも聖書と何の関係もないですね。神様とも何の関係もない。なんでそれがその権威を持って正当性を持って拘束力を持つのか。もっとだって例えばね、ローマ法大典ってのは作られて、しかもそれがその波及するってことは、ヨーロッパの社会はそれなりにね、その当時複雑なものになっていて、なんか古いなんていうか当時の部族の法律みたいな、みんな勝手にやってるようなゲルマン法ではとてもう追いつかなくなってきたわけですよね。だからこのローマ法を使っていくといいんですけど、だったらローマ法の解釈なんかしなくてもいいわけですよ。自分で法を作ったらどうだと思わない。だって近代だったらそうするでしょ。僕ら法律改正するにあたって、それじゃあまず律令を調べてみようとかってやらないじゃないですか。いよいよ憲法改正だ、まずは大法律令で調べてみようとかって、そんなことやらないわけでしょ。その現状作ればいいわけですよ。とかそうはしない。でそれがまたね、神様との契約かなんか書いてあるテキストだったら少しは分かりますよ。でも神様とか聖書とは何の関係もないんですよ。これを読むことで法の解釈がなされて、しかもそれにみんなが従う。この現象はですね、非常に不思議な現象だと私は思うわけですよ。で、その
例えばね、あの今日のあのやばい、まあ、じゃあどっかで適当なところで終わりにしますけど皆さん私も教養を身につけたってことで生話のことにして、あの例えばね、イスラムのことを考えるとね、こんなことはイスラムでは絶対に起きません。つまりイスラムはですね、やっぱり古いテキスト、古いだってまあ新明期やそういうのくらいだと新しいですけど、まあ、まあ要は7世紀ぐらいのテキストというか、まあ要はコーランですね。コーランに書いてあることが法になるわけですね。でコーランに書いてあるからこそ権威がある。なぜかっていうと、コーランに書いてあるということは神様が言ったからですよね。それ以外の理由によってですね、拘束力を発揮することはない。どっかその辺の、あの図書館に行ったら、おい、すごく古いテキスト見つかった、こっちいいじゃんいいじゃんいいじゃんっていくら言ったところで、何のコーランと関係がなければですね、神様のアラーの声と何の関係もなければ、一切権威が持てませんよ。ところがヨーロッパではですね、なぜか聖書とも神様とも何も関係ない、しかもそれを一生懸命熱心に進めているのは教会ですよ。教会がですね、あのあるいは教会周辺のですね、人たちがこのローマ法を一生懸命解釈して、で新しい法律にする。これがどうしてなのか、どうしてそういうことが起きるのか、そういうことが、重要なところなんですね。で、このままだとあれだな、すでに書いたところましか説明できないな、まずいな、まあいや、しょうがない。だからね、この問題についてはもうすでに今回出ているあの文像である程度の答えが書いてあるんですが、その先が本当はあるんですけどね、まあ、でもちょっと文像に書いたところまでの答えをとりあえず言いますと、これはですね、あのこういうふうに考えればいいと思います。まあ、ちょっとこんなふうに、まあ、言いましょうかね。そのまず原点で新明期改革からどこに考えてくださいね。で、その中間庫に記述がある。でこれ全部反復なんですね。反復なんだけど、中国の歴史革命のようにですね、完全に同じもののコピーじゃないんですよ。反復することによって微妙なバージョンアップが起きてる、ね、そこが重要なんですね。でどうなってるかっていうと、新明期改革っていう時にですね、新明期ってできた。新明期っていうのはもう英語でデュートロミーっていうんですけど、まだ D って書いてある。デュートロミーっていうのはね、難しい、ギリシャ語から来てますけど、まあ、英語で言うとセカンドテキストなんです。セカンドローファー、ノモス、デュトロノミーっていうのはノミーノモスですから、セカンドノモス、セカンドノー、あのセカンドルールっていうのはセカンドローファー。どういうことかっていうと、モーセのテキストをファーストと考えたらこれはセカンドだっていう意味なんですよ。だから新明期自体がすでにモーセの反復っていう意味が本当は含まれてるんですが、まあちょっと細かいことを言う場合じゃないが、D っていうテキストが発見された。それになんかいろいろ書いてあるんですね。でそれによって支配すると、そういう構造になってます。これが新明期改革ですね。でそれを模範にして、いわばイエスの革命が起きているわけです。いや、イエスの革命はどういうふうになっているかと。イエスの革命はですね、これはすごく重要なのですが、イエスもですね、契約を更新しているわけですね。しかし更新したときに、この新しい契約書、新しいこの契約書にモーセとの約束を書いて、新しい契約書に何が書いてあったか、キリストが書いてあった。その新しい契約書はですね、フィルティで言えば何も書いてないんですよ。何も書いてない。でも何も書いてないから何もないということにはならない。何も書いてない契約を発見したんです。まあ、比喩的に言えばですよ。イエスがやったことは。それが新約ってことなんですよ。いいですか。新約っていうのは結局新しい約束が結ばれてないじゃん。本当のこと言うと。つまり古い契約を破棄して、新しい立法は作られてないんですよ、イエスの時に。つまり古い立法が破棄されるっていう以上の内容ないんですよ。だからあのキリストの新約はここに何も言えばないテキストを発見した、まあ、空白のテキストを発見した、アレックス、そういう構造なんです。これがいいですか。新明記にはいろいろ書いてあるテキスト、でそのテキスト今度は何にも書いてないっていうテキストを発見した、まあ、イエスが言えばそういうことが、いわばそういうことをしたんです。それがイエスがあの立法をあの廃棄したということの意味なんです。そうするとね、これはこんな風に考えてください。ちょっとこう比喩ですけども、皆さん数学のことを思い出します。これはですね、まあ、数学のなんか値が入っている、数学の具体的な値が入っていて、で中学生ぐらいになると変数が入っている代数っていうのを勉強するようになりますね。これはあの算術の段階で特定の値が入っている。
でそれに新しい変数付きのですね変数が入る。で言えばイエスはここに変数何も値が満たされていない変数を発見したわけですよ。そうするとですね変数があるってことはどういうことかっていうとこの変数は今度はどんな値も代入することができるわけです。いろんなつまり神明期の段階でまずなる具体的な内容のある方がある。そしてキリストの段階でいわば法が書き込まれる空白のスペースだけが作られるわけです。でそのスペースはもう埋めることがですねいわばその後のですねその革命なんですね。でここはいろんな値が入る。そうするとですね中国の革命の場合はさっき言ったように天命だけですね。天命だから誰が皇帝になるかだけが決まっている。だから誰々が皇命帝になるその主語は変わりますけど誰々が皇帝になるっていう構造は変わらないですね。皇帝がいるシステムしか絶対出ない。それに対してそのヨーロッパの革命の場合はその一旦こう言えばさら地を作ってそのさら地にの具体的な法を埋めるためのこう場所を作ってあるわけです。でそこを埋めていくとこの形によってさまざまなシステムが構想できる。まず、うんと簡単に言えばそういう構造になってるんですね。でその、ローマ法を発見するというのは言えばここに埋まる代入する値を発見したっていう構造になってるんですね。ちょっともう少し説明したかったかもないな。で、じゃあ一つだけ最後にもう今日は時間がないから思わせぶりの結論だけ言ってきますが、さてここまではいいんですよ。でもなぜこういうことがそのキリストユダヤ教キリスト教の文脈ではですね起こったのかっていうことがですね非常にこうなんていうか考えどころなんですよ。つまりなんていうんですかね、この部分には天命と同じものが入ってるわけですよね。本当のこと言うと、天命よりは内容がすごくたくさんありますけれどね。でも天命っていうのはですね非常に固定的なわけですよ、ある意味ではね。もちろん法則は王立王様皇帝になればどんなことも言えるって言ってわりかし自由も聞くけど、でも天命の基本構造は変わらないですね。この天命の部分がでもイエスキリスト教の場合は変化する変数になったわけです。でついでに言えば一神教ならみんなそうなるかっていうとそんなことはないわけです。さっき言ったようにイスラム教の場合はもっとフィックスされてるわけです。中国よりもっとフィックスされてます。もっと確実に一つのテキストに収まってる。そこから逸脱することは非常に難しい。ところはキリスト教だけはこういうふうに変化していくわけです。そうするとどうしてそうなったのかなっていうことがですね不思議なところだと思うんですよ。でそれをね今いろいろ考えているんですね。これはですねここで変化が起きたような感じしますが、本当はここからつまりユダヤ教の段階からですねすでにポテンシャルというかある。そのことはイギリスはこの反復してるだけですからね。でそしてだからユダヤ教から始まるある問題をですね考える。で何を考えればいいかっていうとですねユダヤ教の中で最も重要な法律に目をつける。ユダヤ教の中で最も重要な法律はですねこれはイスラム教にも引き継がれてますけど最も重要な法律は偶像崇拝の禁止なんですよね。偶像崇拝の禁止、日本人にとっては偶像崇拝の禁止がなんでそんな重要かピンとこないところがあるが一神教徒にとってはこれほど重要な法律はない。偶像崇拝の禁止ってのはどういうことかっていうと神様でないものを神と崇めること。特に重要なのはですね擬人化なんですね。擬人化神をこう例えば日本人だとこういろんなものが魂が宿ったりして神様になったりしますけど、そういうこうものが擬人化されてで神様になる、そういうのを許されない。一番いけないことなんですね。神を、もっと言えば神を人間と勘違いするのが一番いけない偶像崇拝なんですよ、本当のこと言うと。で一つだけ、じゃあもう一つだけ、僕はね前から不思議に思っている重要なことがそれとその話と関係してるんですけど、関係してるのが分かるのはちょっと難しいですけど、ちょっとだけ言っとくとね、偶像崇拝の禁止っていうのはだから簡単に言えば人間や物、特に人間を勝手に崇めることを禁止する、
それは非常に厳しく禁止されています、ユダヤ教ではね。神様と人間は違う、人間と神様を見誤ってはいけない、人間と神はいかに違うかということがポイントなんです、というのが一神教のポイントですね。これは誰でも知っているが、しかし同時にですね、僕は不思議に思っていることが一つある。これはみんな知っていることです。何が不思議かというと、神様がですね、創世記でどうやって人間を作ったか考えている。創世記の中に人間を作った話は2回出てくるんですけど、本当のことを言うと、しかしまあ一番有名な部分を言うと、神様はですね、皆さんもご存知のように人間を自分の似姿に作ったと書いてあるんです。つまり神様と人間は似てるんですよ。おかしいじゃないですか。偶像崇拝が禁止されるのはですね、神と人間が違うからなんですよね。人間に見立てるには神は あまりにも超越的で、あまりにも絶対的だというふうになってるんですよ。ところが神は人間そっくりにですね、自分そっくりに人間を作ったということは、神様は人間によく似てるんですよ。これは明らかにおかしいですね。ということが僕はすごくおかしいと思うのが、あんまりそのことをおかしいと書いてある本がないのですね。で、まあ、そのことがどうして関係しているのかって皆さんは思って聞いてると思いますけど、実はこの流れと関係があるんです。それは今後のですね、世界史の哲学の続きを読んでいただくということにしたいと思います。なんかね、僕はとにかくね、すっごくいろいろそういうことが気になってしまうんですけど、どうですかね、皆さん気にならないですかね。この間もね、橋爪さんと一緒に、まあ、仕事を僕よくやってるのご存知だと思うんだけど、まあ、橋爪さんも僕はそういうことをいろいろ疑問に持つことについてはさすがに慣れていらっしゃいますが、あんまり僕が疑問を出すとね、さすがに橋爪さんも若干怒るんですよね。この間ですね、ちょうど一月ぐらい前に仏教の本が出したってこともあって、キリストとブッダっていうタイトルで対談をしたんです。こういう感じで公開でね。でその時に僕は、まあ、それは役割だったらしょうがないんですけど、橋爪さんにこう次々と疑問を提示すると、まあ、例の橋爪さんはその僕の疑問に対して次々と答えるんだけど、だんだんさすがの橋爪さんももう呆れてきてですね、もうそんなにそんなこと気にしてたら絶対信者になれないよとかって言われてそうだなと思ったんですけど、今の部分なんかもすごく僕らが気になるんですよね。さんがおっしゃってる偶像崇拝の禁止があるのに、なんで神様と人間が似ているって話が入ってるんだ。で、まあ、そのこととこの法の支配ってものが一見全く関係ないように見えるが、実は論理として順につながってくるものなんですね。それは本当は今日話したかったらもう時間ないけど、まあ今後のところに書きますから、まあ、読んでいただくということにしますかね。どうしよう、ちょっと何か質問とかですね、もしあれだったら少しは話しますけどね。でもなんかこう、サイン会とかやんなきゃどうもありがとうございました。ですね、これから質疑応答をちょっと時間少ないんですけども、ちょっとお受けいたしますが、その前にちょっと編集部の方から太田さんにちょっとお聞きしたいことがございまして、まあ、世界史の哲学、今東洋編から近世編ということがあるんですけれども、今後全体像としてどこまで考えてらっしゃるかっていうのをちょっとお聞きしたいんですが。まあ、もうそれ一緒にしょっちゅう話してますけどね、まだ結構続くんですよ。そのでまあもちろんね、こういうものは何て言いますか、一つのこう理解たくの道を歩いていく発見をしながら、いや違うどっちだってつまんないわけですからですけど、同時になんかこう何にもないのにやみくもみやってるわけでもないんですね。その例えば今の法の支配って話はいずれどっかのタイミングで入れて、その話をするときには今の偶像崇拝の話と関係づけてやろうっていうのはですね、もう最初に書き始めるときからもう決めてるわけです。だからその、まあ、それをどのタイミングで出すかみたいなことにちょっとこうあれがあるんですけど、まあ、流れはね、とにかく今東洋編まで来ました。普通だとね、古代編中世編で来たんだから近代編とか近世編じゃないかと思うところをわざと東洋編っていうふうにしたわけです。それはまあ、古代中世でまず西洋っていうアイデンティティが作られるプロセスを考え、その西洋ってアイデンティティとの関係で別のこう文明をこう見ときたいということがあって、まあ、これは東洋編を書いて、今近世編っていうのをやっているんですね。それはまあ何て言うかこれからなんだ地理上の発見とかそういうことが行われていく、まあ、初期の基本主義というものが
出てくる段階ですね。でその後近代編っていうのがあって現代編があってその後日本編があります。そういう構造になって、まあ、生きてられるかどうかが問題だっていう早めにやらないと死ぬんではないかっていうことがあってですね少し急いでるっていう感じですね。ありがとうございます。ご質問のある方いらっしゃいましたら挙手の上お願いできますか。なんか聞いた。大変貴重なお話。大変貴重なお話ありがとうございました。一つ質問なんですが中国についてなんですけどね、中国共産党のですね将来、今ただいまお話しした必ず天命を置くという概念の中でですね、共産党もやはりそういう位置づけだと思うんですけども、中央公論のお話がありましたですね、福山のね、福山さんですか、私もちょっと分かりづらかったんですが、あの中にですね、中国は法の支配がない、民主主義がない、うん、もう一つ説明責任のできる統治機構がなくてない、この3点で中国の将来暗いというような感じの書き方をしてるわけですから、ね、はいはい、大きな意味でその天命という一つの概念でね、長年日本戦でも続いてきた歴史があるんですね。でそういうなんていうかこう原則みたいなのをずっと続いて歴史の中で共産党の位置づけっていうのは、将来試験でよろしいんですが、将来的にはどういうふうに展開しているのかですね。で、そうそう、それはね、非常に誰もが、というか専門家も含めてね、みんなが疑問に思うところだと思うんですね。中国はですね、先ほども言ったように共産党政権になってもね、本当はほぼ同じシステムでやってる、まあ、社会ってそう考えてることですね、簡単に。で、まあ、今までもずっとやってきたんだしっていうこともあるけど、問題はですね、中国はそれまで常にですね、自分自身が何ていうか世界のスタンダードでやってきたわけですよ。中国が作ったルールの中でねやっていくわけです。だからだけど今は中国はですね、自分のルールじゃなくて西洋スタンダードを基本に合わせてるわけですよ。それとの中でしかも自分のやり方でやってる。で今のところね苦戦した時期もあったんだけど、よく持ちこたえてですねつまり毛沢東の初期の時にね、まあ、文化大革命等々をやってる時にもうめちゃくちゃなことやりましたからね、そこで倒れても不思議じゃなかったんですけど、まあ優れた有能な政治家もいたりしてですね、そこを、まあ、かろうじて生き延びたんですね。で逆にまあ、グローバル資本主義の中で自分のやり方をわりかしうまく適応させて、うまくやるとうまくいくんです。というのはどういうことかっていうと、うんと簡単に言うとね、この天命がそのまま創立になりますから、ある意味でね、大規模な改革とかしやすいんですよね、すごく。例えばそれをインドと比べるとそれよくわかるんですよ。インドはすごく文献的にできてますから、まあ、よく言えば民主的ですけどね。しかし一応中国の場合は非常にこう10億人規模がありながらですね、大きな変革ができる。だから資本主義の中でこう非常に早くこうイノベーションをしなくちゃいけない時とかあまりにうまくいくわけです。だから現在わりかし好調ですね。ただこの好調さ、そのいつまでもこれでいくかどうかっていうのはね、こう非常に意見が分かれると思いますね。でまあ僕の直感的なことを言うとですね、今中国はねまだキャッチアップのフェーズなんですよね。つまりすでに前を行っているですね、まあアメリカなり日本なりがモデルになっていて、それに合わせればいいわけです。だからその何をすればいいかも分かってるわけですよ。でそういう時にはね、こういうシステム非常にいいんですね。ところがもう目の前にモデルがなくなった時ですね、このシステム、つまり天、つまり今この場合共産党ですけどね、共産党の命令で何か動かすっていうので必ず後手後手に回っていっちゃうんですよね。だからこのまま
ずっと行くような感じはちょっと正直言うとしないんですね。で中国 の順調に行ってる時でも大抵ね、まあ、何百年かすると必ず王朝交代するじゃないですか。しかもそんなに簡単に速やかに交代しないんですよね。場合によってもものすごく長い戦争が入ると。だから非常にだからまあこのままうまくいってこの21世紀は中国の時代になるみたいなことを言う人もいるんだけど、僕はどうかなってちょっと正直思ってます。ただですね、中国がうまくいかなかった時に利益を得る人は誰もいないですからね。そのだからやっぱり中国がうまくいかないっていうのは非常に困るんですね。ですから中国が苦戦した時には、まあ、非常にこう多くの応援団がつくと思いますね。まあ、それでもう どうですかね。だから本当はソフトランディングするためにはね、やっぱ共産党っていうのを中心にしているシステムとか、まあ、もうなんとかしなきゃいけないんですけど、それはなかなか難しいですね。天命は 天から一つ来て必ず一つしかないんでね。まあ一つの手としてはですね、共産党の中に派閥を作るっていうことで多党システムにするっていう点があるんじゃないかと思うんですけど、まあそんなことは私が言っててもどうせ誰も聞いてくれないし、まあ、まあこれからでも人類史上大きな実験が行われて、ただ中国がうまくいかなかった時は中国だけの問題ではないですね。その大変なことになるでしょうね。うん、どうですか、はい、橋爪先生は選手全部覚えたいけど覚えるのが大変っておっしゃってたんですけれども、大沢先生なんか覚えるのはそんなに難しいことではないっておっしゃって、もしかしたら記憶力を一回読んだらもうほとんどスーッと頭に入っていかれる恐ろしい記憶力をお持ちなのかなとか。いやそんなこと全然ないですよ。いや橋爪さんが大変なんだ、僕はもっと大変ですけど、ただね僕が言ったのはこれユダヤ教とキリスト教はこう記憶力の文化なんですよね。でまあ、コーランなんか全部暗記してるのは珍しくないですかね。でだからその確かに橋爪さんでさえ難しい、その聖書の暗記はですね、まあ、もっと難しい、まあ、そのですからそんなに大した記憶力ありません。特に年取ってきて、まあ、記憶力が落ちてきてますし、なんていうかそうね、まあ、でも全然関係ないですけど、記憶力っていうのをでも、まあ、非常にいいなって思うのは、記憶力があると物を持ち歩かないってことだってね、プロというと。まあでも記憶力はそんな大したことありません。時間もあれなんで最後にお一方もしよろしければ大丈夫ですか。では今日は。では今日はこれで終わりとさせていただきます。先生ありがとうございました。拍手で。